なそう TikTok の話してたよね。 TikTok の話を俺してたの。俺ずっと TikTok のその熱く語ってた。熱く語ってた。で、あのいろいろやっぱ見てかなきゃいけないねって瀬戸さんね、そうそうそう TikTok 見てかなきゃいけないねって言って、今 TikTok 開いたら男の裸しか流れてこなかった。勉強しようと思ったら TikTok 見てね、他の人の、うん、でも男の裸しか流れてこないから。どんな TikTok なんやそれ。勉強できないよ君の TikTok だけだから。しょうがないこればっかりはね。それ TikToker になりたいの瀬戸さん。 TikToker になりたい。 TikToker 志望の人。そう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 。だから勉強しようと思ったんだけど男の裸しか出てこないかな、うん、それそんな TikToker いない。それそれ勉強する俺。裸が基本 NG なんだから本来。いや、なんで流れてるの。君のなんかそのフィルターをぶち抜けてんの、男の肌がフィルターを。ありえないから、そんな TikTok。 で、何聞いたらあれ、ちょっとなんかお前何なんだよとかでもダメみたいな話聞いたら。本当にダメなの今、TikTok って。本当に敏感で、優秀、その AI が。だから、例えば普段僕らが YouTube に上げてる動画あるじゃないですか。あんな上だけ消されますよ。揉めてしかいない。で、それ知らずに俺いろいろ書いてたから、まあ、ネタみたいなやつ。最近どういうネタ書いてたの。いや、もうそしたら2行目に何なんだよ入ってたから、もう無理だよ、それ。タイトルは地震が起きたら叫ぶ。あ、ダメ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 、やめて。それ騒ぐってこと、その彼女が。そう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 。キャーって。ちょっと犬みたいにね。犬叫ぶじゃない、地震前。え、それ、本当に犬系彼女知らずに言ってるそれ。知らない、知らない。あ、じゃあ君いけるかもしれない。今ちょうど犬みたいに鳴く女の子が、めちゃめちゃバズってる。本当にそれ見てない？犬系彼女。見てない。だから裸しか出てこないって言ってんじゃん。なんで犬みたいってワード出てきたの？はい、今男の裸しか出てこないって言ってた。あのワンちゃんみたいに泣く彼女っていうとこ。あ、俺ワンちゃんっていう感じじゃないから泣き方。わっっていう感じ。それは消されるじゃん。タバコ吸えるからいいよね、YouTube は。いや、YouTube でまま吸っちゃダメですけど。今本当にね、その TikTok はタバコも厳しくて、あの例えばライブ配信でタピオカあるじゃないですか。ああ、タピオカのストロー吸ってたらタバコだと思われて。あのそのレベルまで来てます TikTok。 それはちょっとやりすぎだよね。いや、だからもう本当にあの筒状でちょっと太いものを加えてたらもうバカになっちゃってんじゃん AI が。だ相当敏感なんですよ。ちょっとね、だから分かり合えない部分が多いんだけど、まあそれはしょうがないだろうね。やっぱ商売していくには。どういう商売ですか。だからインフルエンサーになってね、イベントとか参加してチャリンチャリンでしょ。そんなことない。それを求めてやってるわけでしょ自分も。ただ TikTok は、ね、いやいやいや、自分もそうやって思ってるでしょ。別にチャリンチャリンが全てではないですけどね。だ TikTok は収益化しましたからね。で TikTok のこの収益プログラムは、うん、特に現状人数とか確か関係ないですよ。フォロワー数とかみんなに平等に分配される。だ1分以上の動画ですからね。特に TikTok はそういうライブの投げ銭以外は全くお金にならないっていうのが一つネックだったんですよね、YouTube と違って。ただそこも TikTok がついに本気を出してきたと。なのでまあここからまた1分以上の動画も増えて、さらに参入者も増えていくんじゃないか。だからライバル増えるんですよ。そこでどう勝負するか。やるしかないね、これはね。もう1分以上の動画ですか。1分以上の動画。また本当に金の話したくないですけど、もう本当に結局また収益分配の話になってくる。だからまあそれは編集をやる人とか、うん、ネタを考える人、うん、これね分担していかなきゃいけないわけね、うん、そのみんなが平等になるためには。例えば今回はネタは瀬戸さん書いてとか、まあね、それができるかどうかです。それはもうあの気持ちの問題ですからね。まあまあ瀬戸さんも今自分の TikTok はもう更新してないですよね。そうね、もう今日撮りたかったけど雨だからね。今日なんか撮りたいなんか案があった。あったあったあった。それはどんな動画を聞いてんの。それどんな口でしょ、あの説明できないやつ。口で説明できなくて実際やったら面白いのが一番面白いんだよそれ。本当にそんなに面白いの。それは口でスケール感を出せないわ俺のね。口ベタもあるけど、そんなに大スケールでお送りするの。だもっと東京挫折組の方もだってどれぐらい更新してないんですかあれ。誰もあれ1ヶ月半ぐらい更新してないんじゃないあれ。やっぱりね、なぜこうなっちゃったかというと8月を取りこぼしたのがあまりにも大きかった。そうそうそう、僕らの。しかもこの月だけは頑張らないとって月に倒れる。TikTok なんてもうみんな8月しか見てないんだから、この取りこぼしたダメージをどうね
痛いね。冬休みぐらいまでにはだから固めておきたいわけ。だからそんな中でだから瀬戸さんがどう動くか、これ大事になってきますよ。正直立ち回る、もう大戦国時代ですからね。今戦国時代にお茶飲んでる場合じゃない。戦国時代にもうまだいつまで防波堤いんのって。とりあえず今日はもう雨だから、俺はこれ矢野が嫌だろうと思って言ってた。だってまたその人のせいにするのは、るからそもそも絶対に2人で撮らなきゃいけない理由ないよ。 TikTok 特に映ってるの君だけなんだから。まあまあまあ俺も悪いとこだった。俺もこっから瀬戸さんがどういう立ち回りをするかになりますね。本当にエアコン水出てんじゃん。水出てますよ。すごい多方面から出てる。何もしねえのかよ。服どうなってんねん。しかもこれ、まあ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 そんな感じじゃないですか。もう君ね本当に嫌われるよ。俺はいいんだよ別に。俺はいいのよ。こんなことね本当に言いたくない。本当にこれだけはね墓場まで持っていこうと思ってたんだけどね、僕が言われるんですから。最近2人の動画上げてなかったじゃないですか。この間久々に上げましたけど、そしたらね、瀬戸はどうしたんだお前、こあのライブ配信ばっかりやって金の亡者かとか言われるんですよ。なんで僕がそこまで言われなきゃいけないんですか。一理ある。一理ねえよ一つも。亡者だ亡者。僕はでもブロックしました。思わず30ドル渡せよ。なんでてめえに30ドル渡さなきゃいけないんだよ。何もやってねえのに。ドルで渡せ、ドルで。なんで一回変えなきゃいけないんだよ。僕はね、これはね、ぐっと我慢してましたよ。きっとね、それでも変えてた人も、僕のこと抱きしめると思いますよ、話聞いたら。だって仲いい感じでしょ ?TikTok の伸びてる動画ってのは。もちろん仲いい感じ。仲いい、幸せな感じを出してるわけ。もうハートフル。そう、どれなのにそんなこと言っちゃダメよ。テンション下がる、こっち。いや僕は言いたくなかった。もうね、あまりにもちょっとね腹が立たない。あんまりコメントとかで腹立つことはないんですよ、正直。どっち来られなきゃ大人じゃないやつ。なんでてめえがその感じなんだよ。じゃあ俺も頑張らないとね、でしょ普通は。そういうやっぱ考え方が必要だと思ってた。言われたからちょっとね俺も言っちゃったけど、こっからやっていくっていう動画もう半年で5本は撮ってますからね。もういよいよ待ったらしいよこれ。こっからやってくチャンネルじゃない。こっからやってくチャンネルじゃない。こっからやってくって言うだけのチャンネルじゃないですよこれ。じゃあ今日のところはこれまた決意表明で。決意表明だよ。この服は TikTok では着ないでくださいね瀬戸さん。これもうほんバンだって。これだからよろしくお願いします。本当に難しい。見ててくださいね。服をくれ、服を。その服をくれ。ありがとうございました。服をくれ最初に。東京挫折組です。お願いします。